ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は奈良市大宮町にございますルデパール新大宮をご紹介させていただきます。こちらは 2LDK の賃貸マンションとなっております。それでは早速中を見ていきます。まず、こちらは LDK のスペースとなっております。こちらは広さも十分ございますし、お部屋自体が南向きを、なっておりますので非常に日当たりのいい、物件となっております。こちらからバルコニーに出ることができます。バルコニーも非常に広くて使いやすい形となっております。そしてこのリビングの隣が、そのまま洋室となっております。こちらの洋室には大きな収納がついておりまして、こちら開けていただければ、非常に奥行きも高さもしっかりとあるクローゼットの、タイプの収納がついております。もちろんこちらのお部屋も南向きとなっておりますので非常に明るいお部屋となっております。その他にも壁の一部を利用してこんな感じで棚もついておりますので非常に使いやすいお部屋となっております。そしてこの洋室の隣には和室の6畳がございます。こちらの和室にはこんな感じで押し入れの収納、そして反対側にもこんな感じで押し入れの収納がありますので合わせて一軒の収納があって非常に収納力のあるお部屋となっております。それでは、こちら抜けていただいて、先ほどのですねリビングのスペースの奥にあるキッチンをご紹介させていただきます。キッチンは、使いやすいオープンタイプのキッチンとなっておりまして、収納の方もですねしっかりとございますし、二口のコンロを置いておくスペースもしっかりとございます。またキッチンの横にはこのようにリモコンの給湯ボタンですね、ここで温度は簡単に変えることができます。またその隣にはモニター付きのインターホン、こちらのモニター付きのインターホンはオートロックと連動になっております。それでは次はお手洗いをご紹介させていただきます。こちらがお手洗いとなっております。そしてその横に玄関のスペースがございます。そしてお手洗いの反対側が洗面所となっておりまして、洗面台はシャンプードレッサータイプとなっております。洗濯機はもちろん室内に置けますし、洗面所自体が非常に広くなっておりますのでゆったりと使うことができます。そして最後はお風呂です。お風呂も少し広めになっておりますので十分にゆったりとくつろぐことができます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸の正木のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸の正木では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。